ベルギー検察は3人目の実行犯で逃走中の帽子の男の情報を提供してほしいと簡潔に求めましたそして新たに映像を公開しましたとても興味深い映像でホームページでも公開されていますブリュッセル国際空港で最初の爆弾が爆発してからおよそ2時間後までの男の足取りの一部が明らかにされました監視カメラの映像から捜査当局は男の足取りを再現しましたこれまで何日間も映像の分析をしてきたはずです映映像には市の中心部を歩く男の姿が映って 移動しながら白いコートは脱いだと言っている点が興味深いです爆発のおよそ1時間後に姿が捉えられています袖の短いシャツ姿で急ぐ様子もありませんその後爆発のおよそ2時間後の午前9時50分に市の中心部で姿を見失いました